はい、どうも、吉谷です。ついにですね、ドリームアカデミアの、講師に就任した久保哲郎さんからですね、講義の方をいただきました。一応、このプロフィールにもですね、久保哲郎さんの、一応、久保さんの、リンク、Facebook、友達になりたい場合はここを入れといてますので、ここの講師一覧ですね、講師紹介と。で、今回ですね、久保さんの方で、ここの、3万稼ぐステップの中にですね、速稼塾式自己アフィリエイトっていうのを、提供していただきました。ありがとうございます。はい。で、これどういうものなのかっていうと、まあ一応ここに全部バーッと結構ね、本当がっつり作っていただいたんですけども、すごくいっぱいあります、本当に。で、まあまあ自己紹介あるんですけど、まあ1章から2章、3章、4章、5章、6章ということで、あと番外編もちょっとあります。番外編もね。はい。まあここの、その1章っていうことで、まあこうクリックしていただくとこうやって出てきますんで、見ていただければなと思います。はい。で、まあ、久保さんはですね、まあ、僕の講義でもちょっとお話ししてるんですけど、久保さんはですね、まず、なんだ、40歳からネットビジネスを始めました。よいしょ。で、最初にやったのが、自己アフィリエイトです。で、まあ僕の講義でもちょいちょい言ってると思うんですけど、この、まあドリームアカデミアって情報発信して最終的に稼ごうっていうやつなんですけど、久保さんはですね、この自己アフィリエイトだけでも単体で、自己アフィリエイト、アフリ、アフリエイト、だけでも300万以上を稼いでいます。今までですね。今まで。トータルで。おそらくなんですけど、自己アフィリエイトってみんな知ってると思いますし、ね、今更自己アフィリエイトみたいな。もしくはね、今からネットビジネス始める人は知らないかもしれないんですけど、知らないっていう場合はもうこちら見ていただければもう大丈夫です。大丈夫です。こちら見ていただければ大丈夫です。ここの講義をですね。見ていただければ。てか3万以上余裕で稼げますから。3万以上余裕で稼げるので大丈夫です。やってください。で、久保さんはですね、今までその自己アフィリエイトだけで300万以上稼いでるんですけど、多分ですね、自己アフィリエイトを知ってても300万以上稼いでる人は多分おそらくいないと思います。で、結局、まあここの記事にも書いたんですけど、自己アフィリエイトでも300万稼げるんですね。で、だからどれだけ凡事徹底してるかなんですよ。で、久保さんのこの自己アフィリエイトの講義を見ていただければ、久保さんがなんで自己アフィリエイトで300万稼げたのかっていう理由がわかると思います。理由が。なんで久保さんはみんなが知ってる自己アフィリエイトで300万も稼げたのか、その理由がわかります。わかります。だからもうこれやってるからですね、結構ですね、僕もちょっと見させてもらったんですけど、ああ、自己アフィリエイトだけでこんな作れるんだなっていう、まあ、やってるんだよね、久保さんは。あ、結局、まあ僕思うんですけど、なんかそのネットビジネスって、なんか最新のノウハウだとか、なんかいろいろ出てますやん。だけど、自己アフィリエイトって10年前ぐらいからあるんですけど、これでも300万稼いでるんですね。で、なんか最新のノウハウを買ってる人って300万すら稼げてないんですよ。もう一度言いますね。最新のノウハウだとか、なんかいろいろなんか買ってる人って300万すらっていうか、多分100万も稼いでないんじゃないですかね。結局ノウハウ買って終わりで終了で、結局借金だけ残るというか、なんか意味あんのかなっていう。だから本当にですね、まあ僕最初、まあこのドリームアカデミアの講義でも、ここら辺の講義とかでね、まあ久保さんの話だったり自己アフィリエイトの話とかもちょっと出してると思うんですけど、最初入れなくてもいいかなと思ったんですけど、まあ久保さんの方でですね、自己アフィリエイトの、講義を提供していただきましたので、ネットビジネス始める、で、まだ、まあ本当にですね、まだネット
まだドリアカに入って、このね、YouTube で稼ぐやつとか、ここら辺で、転売とかのやつでも、まだ、ドリカに入って3万も、稼げてないという場合は、もうこの自己アフリエイトやってください。自己アフリエイトをやってください。で、少なくともこの講義を聞いてちゃんとやれば、そのドリアカの塾費用ぐらいは余裕で稼げますから、あとはもう徹底的にやってほしいんですね。何をやるにしても、もう塾アフリエイトいいよっていう人はやらなくていいんですけど、まだもう全然稼げてないっていう人は、ひとまずこれはマジでやれば誰でも稼げるんですね、ぶっちゃけ。だから自分で申し込みしてお金もらえるわけですから、稼げないってことはまずないじゃないですか。自己アフリエイトっていうのは普通のアフリエイトと違って、自分で申し込みすればお金が発生するっていうセルフバックなんですよね。これで久保さん300万以上稼いでるわけですよ。で、これって本当にやれば誰でも稼げるわけなんですよ。まあもちろんね、じゃあ1ヶ月で300万稼げるってわけじゃないんですよ。久保さんは何年もやって300万なんですけど、一応このドリアカの提供していただいたやつで、毎月10万稼ぐためにはっていうところで、毎月10万を稼ぎ続けるためにはどうすればいいのか、どういうふうな考え方、どういうふうなやり方があるのかっていうのを教えてくれます。毎月10万ですよ。ということは、この講義見て、毎月やれば、ね、少なくても年に100万ぐらいは稼げるわけじゃないですか。年に100万ぐらいはプラスアルファ自己アフリエイトだけでもいけるわけですよ。まあ本当に塾費用、もうこれだけでも塾費用以上稼げますよね、余裕で、ドリアカの。だ本当にですね、もうなんかここでも久保さん書いていただいたん、あの書いていただいたんですけど、この自己アフリエイトをぜひ軽く考えずに、これで家が買えるんだと思って一度、お取り組みいただければ幸いですって書いていただきました。ほとんどの人は、なんだ自己アフリとかっていう思うかもしれないんですけど、じゃあ逆にその人に聞きたいんですけど、久保さんのように300万ぐらい稼ぎましたと。いや、逆に自己アフリエイトで俺1000万ぐらい稼いでるんだからもういいやっていう人は別にいいんですけど、まあ別にね、自己アフリエイトは、いや別に自己アフリエイトじゃなくても俺こっちで頑張るしっていう人だったらいいんですよ。全然いいんですよ。ただもうなんか最新のノウハウ買ったりとか、ああだこうだやって稼げないとかね、いまだに何もやってないっていう場合は、これ本当にやれば稼げるんで、やっていただきたいなと思います。別に稼がなくてもいいよっていう場合はいいんですけど、稼ぎたいんであるならばやってほしいかなと。で、あとはこれは講義、ドリアカの講義でも久保さんの話も踏まえてちょっと僕の方でお話ししてますけど、久保さんはなぜ最初やったことっていうのは、この自己アフリエイトの方法を教えるセミナーをやりました。これが情報発信の部分ですね。まあ、久保さんは自己アフリエイトっていうものがあるぞと。自己アフリエイトで結果を出した。でもこの結果を出したっていうところなんですけど、久保さんはこの自己アフリエイトのセミナーを教えるセミナー、方法を教えるセミナーをやりました。2万円。これね、講義で言ってると思うんですけど、そのやり方を。久保さんがどうやってやったのかっていうの。で、これ有料の2万円でやって、参加者が、40名ぐらい。80万ですね。これが、まあ、情報発信して、久保さんが一番最初に手にしたお金ですね。こう情報発信。ドリームアカデミアは情報発信して、まあ、僕情報商材完全バイブルっていうのを出してますから、このね、情報を販売して、最終的に売り上げを作っていこうっていう塾です。ね、アカデミーです。だからずっとその自己アフリエイトをやれって言ってるわけじゃなくて、ここ3万でいいですから。3万でいいんですね、自己アフリエイト3万で。3万稼いだこの情報をもとに、どういうふうにその構築していくのかっていう話ですから、別にずっとやる必要はないんですけど、ただ、自己アフリエイトを徹底的にやっても300万ぐらい稼げるので、まあ、やってもらえればいいのかなとは僕は思うんですけど、ちょっと話戻しますね。で、まず久保さんはネットビジネスで自己アフリエイトっていうのを知って、で、自己アフリエイトをやりました。で、結果を出したっていうところなんですけど、ここでね、久保さんは結果っていうかね、このセミナーをやった時点では振り込まれてないんですよ。要は、
自己アフィリートした時にまだ承認されてないんですよ。未確定報酬で、未確定報酬っていう結果をもとに、わかります？未確定報酬っていう結果をもとに、アフィリートで結果、一括弧、未確定報酬。未確定報酬。で、そんで、一応、あ、これで結果が出るんだっていうことで、久保さん分かったんで、これで有料で、じゃあ2万円でやりますっていう初心者向けですね。これが多分ね、ドリアカの講義でも言ってると思うんですけど、見せ方が、まだネットで1万すら稼げてない人、だけ来てくださいと。で、その場で、2万以上の売り上げを作らせます。要はその場でパソコンを持ってきてもらって、自己アフィリエイトの方法を親切丁寧に教えて、やり方を教えれば2万円ぐらいは出るんでね。だからその1万すら稼げてない人をターゲットにして、で、会場に来てくれてたら、要は、会場費、有料2万じゃないですか。2万以上の売り上げ作らせるよと。っていうセミナーをやりました。結果保証するぞっていう。やれば結果出るんで。で、これをやって80万ぐらい元手に、こっから情報発信でレバレッジをどんどんかけていったんですね。その具体的なやり方とか、ここのやり方っていうのは僕の講義でいろいろとお話ししてると思いますので、この具体的なやり方は、すみません、どっかでお話ししてると思います、講義の。もしくは勉強会、ここの勉強会の、どっかで話してるか、ここの30万稼ぐノウハウの、ここら辺で話してるかもしれないです。ちょっと僕もね、講義いっぱい取ってるので、ちょっと覚えてないんですけど、この久保さんがどういうふうにやってこう言ったのかっていうのは話してると思いますんで、僕の講義見ていただければ、そのやり方、具体的なもっとやり方は分かると思いますので、そちらをご覧ください。で、本当にですね、自己アフィリエイトでもこれだけ稼げますし、この講義を見ていただければですね、久保さんがなぜその自己アフィリエイトっていう誰もが知ってるようなことで300万稼げたのかっていうのは本当分かります。これを本当見てほしいかなと思います。ということでね、講義提供を、していただきました。まさかですね、久保さん、本当ね、久保さんがこういうふうな感じになるとは思わなかったですからね。ここにも書いてあるんですけど、久保さんって僕が、本当にお客さんだったんですよ。2012年ですね。2012年12月19日に、これ受注履歴あるんですよ、久保さんの。久保さんが、僕がその当時そのプロデュースしてたスマホアプリの情報商材があるんですけど、久保さんがその時にね、僕のプロデュースしてたスマホアプリの情報商材買って、そっからネットビジネスに入ったんですよ。で、そっからいろいろ他にも教材買ったりとかいろいろして、そっからお客さんですよね。全く初心者のお客さんですね。で、次から次と、僕もいろんな商品リリースしますから、いろいろ買って。だけど、3年ぐらいで1億3800万以上の売り上げを作って、マイホームも手に入れました。で、これは夢物語ではなくて本当の事実なんで、あとは本当にね、徹底的にやるかっていうとこです。ポンジ徹底ですね。で、やれば絶対いけますんで、やっていただきたいなと。夢ではないんで。で、本当ね、逃げなければ、本当に、ドリームアカデミアのね、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だと。ここでドリームアカデミアで教えてる内容、ノウハウに関しては、ここの3万稼ぐステップに関しては、もうお客さんのものですからね、ほぼ結果が。これやって稼げないってことはないし、やっていただきたいと。あと、今回ですね、本当に、嬉しいなと。本当2012年ですね、僕のそのプロデュースした。だから、もし僕がこのね、スマホアプリの教材を世に出していなかったら、久保さんもですね、多分今の人生になってないと思うんですよ。だからもう、このね、教材がきっかけで久保さんの本当に人生が変わってよかったなって思ってるし、お客さんだった人が、
こうやって一緒に、まあ久保さんとはもうセミナーも何回か一緒にタイアップしてやってるんですけど、そのお客さんのがこうやってね、成功というかね、まあ、自分の夢というかね、まあ自由な感じになってくれて、まあ、僕も嬉しいですし、まあ、今回久保さんの方ですね、こういうふうに、本当ね、講義の方しっかり作っていただきました。まあ、こちら見ていただければいいんですけど、本当にですね、すごくしっかり作っていただいております。もうこんなに作ってくれたのみたいな、もう本当ね、丁寧に作っていただいて、まあ、僕もサイトにこっちに転記するのちょっと大変あれだったんですけど、まあ、動画も結構作っていただきまして、まあ、これが久保さんの家ですけどね。 このスクショも送ってきた久保さんらしいですね。スクショも送ってきました。久保邸ですね。これ現金2800万ぐらい。これね、僕もここの家泊まりに行ったんですけど、すごく広くて、庭がね、めちゃめちゃすごいですね。ここ泊まらに行きました、僕も。ということで、まあ、その久保さん3年で1億以上、全く初心者の状態からですね、稼いだ久保さんの一番その初動の自己アフィリエイトのやり方、300万以上自己アフィリエイトで久保さん稼いでますから、その方法を具体的に詳しく、作っていただきました。ぜひですね、ドリア稼いは、必ずチェックして見るようにしてください。まあ、もうすでにですね、1個決めて、もうやってて、そっち集中してる方は別にやる必要はないです。もう一度言いますね。もうすでに何か1個決めて、これちょっと注意点なんですけど、すでに、1つやることを決めて、それをやっている人は見なくてもいいです。見る時間があるなら、その1つを集中してくださいということですね。もうやることが決まってる。それで結果がちょいちょい出始めてる。まあ時間に余力があるんだったら全然やっていただいてもいいんですけれども、一つもうやることが決まっていて、それでちょっとずつ結果が出てるよっていう場合は、もうそれにフォーカスしてやっていただきたいと。見る時間があるんだったら、アウトプットどんどんしていきましょうということですね。それではですね、今回は、速稼塾式自己アフィリエイト、こちら、新しく講義の方が追加されましたので、そちらの方をシェアさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。